バスケットボールロシア代表はロシアバスケットボール連盟により国際大会に派遣されるバスケットボールのナショナルチームである。本校では1992年以前のソ連と1992年の連合チームも一緒に扱う。ソビエト時代の1940年にユーロバスケットに連覇中だったリトアニアなどを統合する。その後、1947年のユーロバスケットで 初優勝を果たし、ヘルシンキ五輪も初出場で銀メダルを獲得する。以来ソ連としては、ボイコットにより不参加となったロス五輪を除き五輪全大会でメダルを獲得しており、特にミュンヘン五輪ではバスケが正式種目となって、以来連覇を続けてた米国を決勝でシリ溶け金メダルを獲得し、1988年も優勝した。世界選手権でも、 優勝3度、ユーロバスケットに至っては14回優勝と、世界屈指のバスケット大国としてその名を、轟かせていた。しかし、ソ連崩壊により、ロシアになってからは1994.1998年世界選手権は、準優勝となったものの、五輪ではメダルを逃し続け、アテネ五輪及び2006年世界選手権は共に、出場権を逃している。だが、 2007年ユーロバスケットでは決勝に進出し2006世界選手権王者のスペインを下し、ロシアとしては初、ソ連時代を含め22年ぶりの優勝、2大会ぶりとなる五輪出場を決めた。2010年には2大会ぶりに世界選手権出場を果たし7位入賞する。2012年にはロンドンオリンピックに出場し、ロシアとしては、 ソ連崩壊以降初めてオリンピックでメダルを獲得し、古豪復活を果たした。1991年まではソ連、1992年バルセロナ五輪のみ独立国家共同体、それ以降はロシア代表として参加。ありがとうございます。